彼女をナンパしてこっちの席まで連れてこいよ、中卒。え？小学校の同窓会の二次会で昔俺をいじめていた男に呼ばれた。彼の指さす先にはスタイル抜群の外国人、おまけに金髪で美しい女性が立っている。彼女を呼んでこいというのだ。お前の中卒英語でどこまでできるか気になるんだよ。ほら、 I love you くらいは言えるだろ。何が面白いのか一人で大爆笑している。成功したら中卒のお前が出会ったことがないような可愛い女の子紹介してやるからよ。ほら行けよ、中卒のナンパ見せてみろ。俺は半ば強引に金髪美女の前に立たされた。周りがニヤニヤしている中、俺が美女に話しかけた。すると美女は俺の手を取って、事態はとんでもない結末を迎えることになる。俺の名前は白沢ひろむ。好きなことは手紙や文章を書いたり読んだりすることだ。俺が小学6年生の頃、とても目を引く女の子が転入してきた。名前は美空さん。おばあちゃんの家にあった人形みたいな女の子だった。しかしその見た目が俺たちとあまりにもかけ離れていたという理由でクラスの何人かにいじめられていたのだ。おまけに美空さんはうまく言葉が話せないのか、ろくに反抗もできない。精一杯抗議しても、は？何言ってんの？ちゃんと喋れよと取り合ってもらえなかった。当時日曜日のヒーロー番組が大好きだった俺は正義に憧れを抱いていた。なので彼女を助けない理由がなかった。彼女の体操着が隠されているところを発見した俺はすぐに取り出し返してやる。その姿を見たいじめっ子たちは俺のことも標的にした。翌日は俺の体操着がなくなっていたのだが、美空さんが隠し場所を知っていて教えてくれたのだ。いじめっ子は弱いやつが強く見せるためにすることだと俺の好きなヒーローが言っていた。つまり彼らも本当は弱いのだ。俺は気を強く持ち、美空さんといじめに対抗し続けた。美空さんを助けるたび、ありがとうとたどたどしい言葉で一生懸命感謝され、俺の行動は間違っていないのだと自信につながっていった。しかし3ヶ月後、美空さんは家の都合で再び転校することになった。ひろむ、ありがとう。最終登校日に美空さんは泣きながら俺に手紙をくれた。寂しいと言っていた。俺だって寂しいと伝えると、手紙に引っ越し先の住所を書いたと伝えてくれる。じゃあ俺も手紙を書いて送るよ。だから返事ちょうだい。うん。俺たちはそう約束をして別れた。家に帰って手紙を開くと、俺がいじめに立ち向かってくれたことへの感謝の気持ちや、俺と遊んでみたかったこと、大きくなったらまた会いたいなど、たくさんの言葉が綴られていた。彼女は口数が少なかったが、たくさんのことを考えてくれていたのだ。そう思うと嬉しくて、俺も美空さんがいて楽しかったことや、もっと話したかったこと、日常の何でもないことなどを便箋にひたすら書いていった。もちろん俺が大好きなヒーローの話も。それから約一月に一回のペースで文通が続いた。面白いことがあると美空さんへの手紙に書こうと思ってすぐにメモを取る癖がついた。中学生になっても彼女は相変わらず転校を続きらしい。もういじめられることはないが、友達ができないと嘆く一方で、俺がいてくれてよかったと書いてあった。俺は美空さんを喜ばせたくて、封筒に入るギリギリの量まで便箋を詰め込んでいた。そういうわけで俺の趣味は手紙や文章を書いたり読んだりすることになっていた。読みやすい文章の書き方をインターネットや本で学んで実践を繰り返す。おかげで美空さんには俺の言いたいことが格段に伝わるようになり、ついでに国語の成績も上がった。互いに進路を意識するようになり、美空さんの話を聞いてみると、どうやら夢があるらしい。応援メッセージを書き、自分の将来についても書こうとした時、俺の父親が事故で亡くなった。大好きで家族に優しかった父親を思春期に失い、
俺は何も手につかなくなった。勉強もやる気が起きず、何をしても楽しくない。だが、俺には母とまだ小学生の弟がいる。俺が二人を支えていかなくてはいけないのだ。高校を辞めて働きに出れば少しは父親の代わりができるだろうか。そんなことを回らない頭でぼんやり考える。俺の机の上には未完成の手紙が広がっていた。心の整理がつくまで手紙は書けそうにない。俺は近況を書き、その一文を添えてポストに投函した。それから10年以上が経ち、俺は小学校の同窓会に来ていた。美空さんが転校してからいじめはなくなったが、その主犯格の顔と名前は嫌というほど覚えていた。今藤隼太。小学校の時点で高かった背はやはり高いままで、芸能人のようないでたちに圧倒される。彼は一流大学の外国語学科を卒業後、テレビ局で働いており、そこの社長令嬢と結婚している。まさに高学歴、高身長、高収入、世の男性が羨む男だ。そんな彼が俺たちをいじめていたわけだが、もう昔の話だ。極力視界に入らないよう会場の隅で友人と談笑していると、肩に手が乗せられた。白沢だよな、久しぶり。ああ、今藤か。なぜか俺のところまでわざわざやってきた。今何やってんの？あ、俺のことは聞いた？テレビ局で勤めてるんだけどさ。少し聞いたよ。すごいね。だろ？いや、自慢になっちゃうけどさ、やっぱりこういうのって名前を広げておかないとな。で、白沢は中卒って聞いたんだけど、マジ？高校には行ったんだけど、中退っていうか。中退？今時そんなあるの？まあ、いろいろ事情がある人はいるからね。そうか。お前、小学校の頃からちょっと変だったもんな。変わった顔の女子とつるんでさ、あんまり覚えてないけど。彼が覚えていなくても、こちらはしっかり覚えている。っていうかさ、働き口とかあるの？中卒だと大したところに勤められないんじゃない？まあ、心配には及ばないよ。はあ、金に困ったらいつでも言えよ。貧乏な同級生の一人や二人に手を差し伸べる余裕くらいはあるからな。なんて言っても俺、次期テレビ局の社長だからな。バカにした笑みを浮かべ、言いたい放題言うと、ようやく去っていった。友人たちは心配そうに俺を見るが、気にしないでと告げ、引き続き同窓会を楽しんだ。終了予定時刻が迫り、二次会の話が持ち上がる。すでに今藤がバーを予約しているらしい。白沢は行くのか？せっかく久々に会えたし行こうかな。あ、でも20時から仕事だから、それまでには出るかも。え、今日仕事あるのか？しかも夜に。友人たちは日曜日の夜からなんてブラック企業にでも勤めているのかと心配してくれるが、そういうわけではないと否定した。自分で仕事のスタイルが設定できるだけなんだよ。大丈夫だから。みんなの心配をよそに、俺は構わずついていった。今藤の行きつけらしい店には日本人は少ないと感じるほど外国人が多かった。どうやらアメリカに本店がある多国籍バーらしい。店に入るなり、臆することなく手当たり次第女性に英語で声をかけていく今藤に驚いた。手慣れているのか、どこからも軽い挨拶が返ってきている。あやた、お前普段からこんなとこ来てるのかよ。すげえな、俺全然英語わからないんだけど。まあ、テレビ業界で働いてると自然と身につくもんだよ。英語もコミュニケーションもな。今藤は上機嫌で次々と奥へ進んでいく。用意してもらったソファー席に腰掛け、途中で捕まえた女性を両隣に座らせた。一瞬キャバクラに来たのかと錯覚するほど彼は自然に振る舞っている。みんなもその辺座れよ。はい、あた、本当に慣れてるんだな。まあな、うちでよく起用してるタレントやモデルともよく来るんだよ。この子はカナダの子で、こっちはドイツから来たんだって。俺が今日来るって連絡したら来てくれたんだ。店員が持ってきてくれた酒を煽りながら自慢話は続く。バーにはたくさんの酒と
ダーツやビリヤードが設置されていて楽しそうなのだが、どうにも今藤の周りから離れにくい空気になっていた。当の今藤からは延々と自慢話が続けられる。誰も止められず適度に相槌を打つしかない。最初こそ今藤をもてはやしていたやつも苦笑いだ。しかし本人は酒が相当回ってきているのだろう。みんなの様子に気がつかない。これ以上いても楽しめなさそうだし、もうすぐ20時になる。そろそろ帰ろうかと腰を上げると入り口からどよめきが聞こえた。振り返るとみんなが息を呑む。バーの受付にブロンドの髪を腰あたりまで伸ばした美しい女性が立っていたからだ。小顔で背が高く九頭身ほどにも見える。一目でモデルか芸能人だと察することができるだろう。国籍を問わず誰もがみんな彼女を見つめている。すると彼女の近くにいた男性が話しかけた。しかし瞬時にあしらわれている。おい白沢。不意に呼ばれたかと思うと今藤が意地悪な笑みをしていた。彼女をナンパしてこっちの席まで連れてこいよ中卒。え？中卒英語でどこまでできるか気になるんだよ。ほら、I love you くらいは言えるだろう。何が面白いのか一人で大爆笑している今藤。ここの席も空いてるしさ、あんな美人放っておく方が失礼じゃん。連れてくるって、お前いい加減にしろよ。既婚者だろ。そんな真似して奥さんにバレたらどうするんだよ。バレないって。バレなきゃやってないのと同じさ。成功したら中卒のお前が出会ったことがないような可愛い女の子いっぱい紹介してやるからよ。ほら行けよ、中卒のナンパ見せてみろ。俺はため息をついて九段の美女と目を合わせると手招きをした。彼女は少し驚いた顔をしながらもこちらへ歩み寄ってくる。手招きだけで来てくれるのが意外だったのだろう。みんなが目を丸くしていた。声が届く距離まで近くに来てくれた彼女にその場で話しかける。奥に座っている彼がさ、君をナンパしてこいだって。私を？どうする？せっかくだし挨拶しようかな。二人で今藤の方を見るとみんながとぼけた様子で俺たちを見ていた。友人たちが、え、お前今なんて話したの？お前英語話せるの？すげえなと口々に俺を褒めたたえる。俺は今藤に言われた通り彼女に英語で話しかけたのだ。自然に会話ができていたのでみんな驚いたのだろう。そんな空気を無視して彼女はクスクスと笑う。みんなもしかして私が誰だか分かってない？当然かもね。たった3ヶ月しかいなかったんだし。今度は流暢な日本語で言う。3ヶ月という言葉に何人かが思い出したように声を上げた。もしかして美空？今藤が信じられないと言いたげな顔をしている。美空さんは大きくうなずくと今藤のそばまで歩み寄った。正解。あなたに散々いじめられた美空アレン桜よ。久しぶりね。そう、彼女こそ俺と一緒にいじめられていた美空さんだ。今でこそあまりの美貌に目を引かれるが、当時審美眼が養われていなかった小学生にとってブロンドの髪とハニーブラウン色の瞳は自身の常識を超えた存在だった。加えて彼女は父親がアメリカ人、母親が日本人のハーフで、アメリカから引っ越してきたばかりの彼女は日本語がほとんど話せない状態だったのだ。ああ、あの時は悪かったな。あんまり綺麗になったんでわからなかったよ。あっけに取られていた今藤だったが、美人を相手にして即座に切り替える。空いている席を促すが、美空さんは座らない。美空、久しぶりだな。今は何してるんだ？俺はテレビ業界で働いてるんだけど。モデル業よ。だったら俺と相性抜群じゃないか。どう？この後時間あるんでしょ？三次会しない？お互い積もる話もあるだろうし、仕事の話も。ねえ。いやらしく鼻の下を伸ばしている。下心が見え見えだ。だが、美空はツンとした態度で言い放った。
悪いけど、私にはあんたと話すことなんて何もない。この後も忙しいの。ビジネスパートナーの社長様を迎えに来ただけだし。美空さんは身を翻し、俺の腕に自身の白い腕を絡ませた。さ、ヒロム、行きましょ。あ、うん。ちょ、なんで白沢を選ぶんだよ。っていうか、社長？今藤はふらつきながら立ち上がり、俺を指さす。まあ、彼女の子会社の経営をね。今藤と同じ業界にいることを悟られたくなくて、黙っていたので言葉を濁す。十数年前に父親を亡くし、呆然自失としていた俺のもとへ訪れたのは、美空さんの手紙。ではなく、美空さん本人だった。俺を心配して、いても立ってもいられず会いに来てくれたのだという。そして、俺を慰め、仕事を探しているのなら紹介するとまで言ってくれたのだ。彼女の父親はモデル事務所の社長をしており、日本での事業展開に向けて人手を募集しているらしい。事務や力仕事ができる人間がいればとても助かるのだという。俺は彼女と彼女の父親の行為によって職にありつけたのだ。社長は多国籍的に事業を展開しており、事務所には日本在住の外国人モデルが多く在籍していた。メインとなる言語は英語だが、中にはスペイン語や中国語を多用する人もいた。高校や大学に行かない代わりに、俺は仕事をしながら言語を学んだのだ。やがて働きぶりが認められ、モデルたちのスケジュール管理などマネージャーのような仕事を任されるようになっていった。経験が増えるにつれ、仕事を取るために雑誌社やテレビ局を訪問することも増えていった。そしてある日、社長が言ったのだ。テレビ向けの事務所も立ち上げたいと。そして俺に代表になってほしいと。お世話になった社長の頼みと期待を断るはずもなく、俺は子会社であるタレント養成事務所の社長に就任することになった。その頃には美空さんもかねてよりの夢であった一人前のモデルになることができ、父親の会社の専属モデルとして活動している。テレビ局だかなんだか知らないけど、人間性に乏しい人と仲良くする気はないわ。それに私まだ許してないから。昔も今もあんたのことは大嫌いよ。みんなが聞き取れるように日本語で言い切り、不快そうに顔を歪める。一方の今藤も顔を真っ赤にし、美空さんにつかみかかろうとする。ふざけんなよ、こっちが下手に出たら調子に乗りやがって。しかし俺が彼女を背にして立ちはだかる。今藤、これ以上騒ぎを起こすのは良くない。は？お前は関係ないだろ。それが関係あるんだよ。お前、自分の番組に関わったモデルやタレントにちょっかいかけてるだろ。うちのタレントから相談を受けてるんだよ。何？それと、実は俺と美空さんはお前の奥さんと知り合いなんだよ。うちのタレントが世話になっててな。それでよその女の子に手を出しているかもしれないから事実確認してくれって頼まれてたんだ。俺は自分のスマートフォンをちらつかせる。だから同窓会に出席するついでにお前の動向を見張ってたんだよ。証拠はバッチリだ。悪いけれど報告させてもらう。不特定多数の女の子に声をかけていたこと、タレントやモデルをバーに連れてきている発言、今日みたいにお気に入りの子がいることなど、動画でも写真でもバッチリ記録した。なんだそれ、探偵みたいな真似しやがって。今すぐ消せ。遅いよ、データはもう送った。俺の言葉に顔面蒼白になる。あんまり女性をなめないことね。美空さんが最後に言い放ち、膝から崩れ落ちる今藤。満足したのか、彼女は俺の腕を引いてバーから出た。後日、とあるテレビ局の局員がタレントに手を出していたことと浮気をしていたことがニュースで報道されていた。その前日に今藤の奥さんからは離婚が決まったことと俺たちへの感謝を告げられていたが、ここまで大きく報道されるとは思っていなかった。ほらね、女を甘く見るからこうなるのよ。ソファーでテレビを見ている俺の隣に桜が腰掛ける。
タレントを道具としてしか見ていない発言もバッチリメディアに取り上げられたし、あいつももう終わりね。せいせいしたわという彼女の発言通り、このあと今藤は奥さんやタレントから慰謝料を請求され離婚をし、職も失うことになる。彼の元に残ったものは一流大学の卒業証書くらいだが、今の彼には何の役にも立たないだろう。さくらの無念が晴らせてよかったよ。見た目でいじめられ、見た目で煽られる、外見だけで判断した過去と未来での今藤の対応に彼女は相当怒っていた。これですっきりすることだろう。ええ、ところで同窓会でのあれはどういうこと？あれ？さくらは少し口を尖らせる。みんなの前で私のことみそらさんって。どうして名前で呼んでくれなかったの？だってモデルの君が俺と恋人だなんて広まったら今後の活動に支障が。その程度で落ちるとでも思っているの？いや、それは。言語でのコミュニケーションがすっかり取れるようになったさくらはもう怖いものなしだ。日本語でも英語でも俺は彼女に勝てない。それに恋人じゃなくてフィアンセでしょ。そう、俺たちは半年後に結婚する。挙式も披露宴も彼女の希望で盛大に執り行う予定だ。本当に俺でいいのかな？あら、マリッジブルー？そういうわけじゃないけど。ヒロムは初めて会った時から私のヒーローなのよ。もっと胸を張って。ヒロムとヒーローってなんだか似てるね、といつかの手紙で彼女に言われたことがある。俺は憧れのヒーローになれたらしい。さくらがそう言うならそうなんだろうね。ええ。あら、それは次のオーディション？さくらは俺の手元の書類を覗き込んだ。そうなんだ、うちのタレントからぜひともってことで。オファーを受けたのは今もシリーズとして続いている日曜日のヒーロー番組の主人公役。いつかこんな日が来たらなんて夢見ていた。自ら手がけた役者たちをヒーローとして送り出す。そうしてヒーローに勇気をもらった子供たちが次のヒーローになると信じている。悪が滅びない限りヒーローがいなくならないとはよく言ったものだ。勇気を出せば自分も誰かのヒーローになれる。そのことをたくさんの人に伝えるため、今日も俺は奮闘する。